今日はものすごく風が強くてですね、湿度も高い、ムシムシした感じの日ですよ。あ、台風が近づいてきてるんだなっていうね、まあそういう感じですね。今日はもう適当にね、まあ動画でも撮りながらやっていこうかなと。風が強くてね、物がものすごくですね、動きますからね、激しく動いてますんで、ちょっと写真だと止まんないかなと思って、はい、動画やっていきますよ。こことかいい感じなんじゃないですか。ちょうどね、ぽっかり穴が開いていて、そこから太陽が見えますよ。偶然ピントが合ってないまんまカメラ置いたんですけど、そうするといい感じに映ってるんで、これも録画しておこう。今日は風が強いおかげか、森の中でもね、あんまり蚊とかコバエとかいないんで、結構快適にね、撮影できますよ。天気もものすごく良くなってきたな。それじゃあね、次行きましょうか。雨が降り始めてしまいましたね。午前中は今年一番じゃないかっていうぐらいの青空が見えていたんですけれども、あっという間に雲が集まって、今結構ですね強く降り始めました。もしかしたらですね、この車に打ちつける雨の音とかが聞こえているかもしれません。まあ、あの台風が来る直前なんでね、まあ、天気は本当変わりやすいですね。それでちょっとね、これからこのジンバルとか、あとはですねスライダーとか持ち出して撮ってみようかなと思ったんですけど、正直これではですね持ち出すのが怖いので、あの小雨になったらですねそこら辺を歩きながらまた動画撮ろうかなと思ってるんですけど、まあ、しばらくちょっと待っておこうか。まあ、その間ですね、あのまた適当に雑談しながらという感じで、まあ、ちょっとね間をつなごうと思うんですけれども、僕がですねあの動画撮影に使っているのは、まずこういうですね自撮りにはピルトロックス 23mm f1.4 ですね。それと
ショートムービーとかを作るときに、よく使うのが、まずはこの超広角のですね、10から18ミリの、ズームレンズです。まあ、これはフジフィルム純正のものではなくて、キヤノンのやつを、マウントアダプター使ってですね XT4 に取り付けて使ってます。それともう一本がですね、まあ、高倍率とは言えないんだけれども、28から135をカバーする、まあ、中望遠までをカバーするですね、ズームレンズですね。ただこちらですね、かなり古いものですし、あとはですね、借り物なのでいずれですね、返さないといけないんですよ。まあ、それぐらいのタイミングで、18から135のレンズってあるじゃないですか。まあ、そちらをちょっと買ってみたいなと、動画撮影でよく使うんでね、思ってるところです。で、富士フィルム純正にもですね、あるにはあるんですけれども、あれ結構いい値段するんだよね。まあ、4、5万円ぐらいしますから、で、時々使うっていう感じなんでね。キヤノンにも、EFS で18から135っていうのがあるんですよ。というか、まあ、このシリーズでですね、高倍率側をカバーするレンズがありますので、まあ、そちらだと2万円ちょっとぐらいで入手できるのかな。はい。まあ、いずれですね EOS6D とか、まあ、一式返した時に多分ですね買ってるんじゃないかなと思います。あ、いい感じでちょっと今雨が小休止になってるかな。うん、じゃあね、今から撮影に出かけましょうか。激しくはないけれども、やっぱ依然として降ってるのは降ってるね。もう回復の見込みないかな。こっちの森はね、相変わらず蚊とかコバエとかがね、うじゃうじゃいる感じで、もうたまらずですね、帰ってきましたよ。まあそれに空もかなり怪しくなってきましたからね、あんまりこうひどい雨になる前に、帰ろうかなと思います。